うちでね、羽化したようになります。あ、危ない危ない、噛まないです。あ、これで産んでくれるんじゃないかなと思います。あ、いるいるいる。どうも、タカです。今回はこちらのクワガタの紹介になります。こちらね、かなり小さいクワガタなんですけど、こちら名前がバンダヒラタクワガタっていう名前になります。パンダじゃなくてバンダですね。こちらね、産地がインドネシアのバンダブサールっていうところになります。インドネシアのね、バンダ諸島っていう、ところがあって、そこの名前を取って、バンダヒラタってなってますね。こちらの個体ね、35ミリっていうサイズで、まあ大きさで言ったらね、日本のコクワガタと同じくらいかね、もうちょっとちっちゃいくらいの、クワガタなんですけど、飼育レコードが今現在ね、38ミリくらいなんですよね。なのでこれ35ミリっていうのはバンダヒラタにおいてもかなり、これでもね、実はかなり大型なんですよね。でこれね、飼育レコードが38ミリなんですけど、野外レコードがもっと小さくて 23.5 ミリが野外レコードなんですよ。バンダヒラタ現地ではね、かなり個体数が少ないみたいで、野外で採取された例っていうのはすごいね少ないので、最大サイズ23ミリっていうことなんですけど、まあ、とにかくね、現地ではめちゃくちゃ小さくてレアなヒラタクワガタになるそうなんですけど、飼育はね、ヒラタクワガタ、まあ、普通のヒラタクワガタとね同じような感じで、かなり簡単に飼育ができます。この個体、この35ミリの個体も、まあ、今回ね1回類代を回してうちでね羽化した個体になります。ちっちゃいけどね、この顎が、この内歯がね、一個ポコって出て、その先にね、ちっちゃい小内歯がね、また出るっていうね、面白い形をしてて、体もね、なんていうんですかね、ずんぐりむっくりしてて、横に広い感じがまたね、個人的にはね、かなり好きな部類に入ります。足の色も、ちょっとね、体は真っ黒でも足がね、褐色っぽい感じになってて、やっぱりね、変わったヒラタなんですよね。インドネシアにはこういう体型のヒラタ結構いて、まあ、我が家でもね、ギリアンヒラタとか、ウィックハムヒラタとか、パプアヒラタとか、分類的にはね、その辺に近いヒラタクワガタなんじゃないかなと思いますが、その辺の種類の中でもね、このバンダヒラタは一番ね、サイズが小さい小型のヒラタになります。幼虫飼育も 200ml のプリンカップでも成虫まで管理できますし、本当にね、大型個体を狙いたい場合は、これでも、まあ、500ml とかね、800ml くらいの容量があれば、全然飼育できちゃうのかなと思います。1台類代を回して思ったのが、やっぱりね、マットよりは禁止瓶の方が全然大きくなりますね。この35ミリの個体も、まあ、禁止瓶1本で、成虫にすることで、このくらいの、ね、サイズが、羽化してくれてますね。ちなみにね、メスはこんな感じですね。メスはね、全体的にかなりザラザラした質感ですね。こういう形したヒラタクワガタのメスって結構ツルツルしてるタイプのメスが多いんですけど、このバンダヒラタにおいては艶消しというか、表面にね、天国っていって、この点々点々っていう模様がね、すごい密にね、あるようなヒラタクワガタですね。あ、危ない危ない、噛まないです。あ、はい、こんな感じで、意外とバンダヒラタ見た目によらずね、喧嘩っ早い性格みたいで、ビークアのね、ヒラタクワガタの飼育記事によると、このね、バンダヒラタのレコード個体を出した人の、飼育記事があって、そこではね、バンダヒラタはかなり好戦的で、ちっちゃいくせに、ね、アルキデスみたいに結構ね、噛む力も強いんで、同居ペアリングするとメス殺しがあるっていうことが書いてあったんですよね。意外とこの種類はペアリング、こんなちっちゃくても、ね、気をつけた方がいいみたいですね。ウィックハムとかパプアヒラタみたいにあんまりね、死んだふりもしないですし、こうやってやるとね、結構好戦的に筆もね、噛んできますし、やんちゃなクワガタなんですよね。こちらのね、バンダヒラタさんのバンダ諸島って言うんですけど、地図で見てみると隔離されたようなね、島に唯一生息しているヒラタクワガタなんで、生態も分類的にも他のインドネシアのクワガタよりもね、ちょっとかけ離れてる部分があるんじゃないかなと思ってます。現地の標高も本当にね、高い山が 400m くらいの山しかないので、低標高で、ね、生息しているクワガタだと思うので、飼育温度はね、現地の気温と標高を見る限りは20度以上
20度以上、まあ、24度、25度くらいの、ね、環境で飼えばね、幼虫もかなり大型化するんじゃないかなと思います。まあ、そんな本棚でね、今回こちらのバンダヒラタね、紹介したんですけど、もうねすでにあの顎縛りをして、あの同居ペアリングが住んでるメスがいるんで、ついでにね産卵セットも簡単に組んで、今日からねまたね類代再開していこうと思います。それではね産卵セット組んでいきましょう。それではね産卵セット組んでいきましょう。今回はもうねこのマット加水済みなんですけど、これはねいつも使ってる産卵一番ですね。でこれをもう本当に型詰めするだけのセットにします。でケースは、こちらはね100円ショップセリアで売ってるパンケースってやつですね。だいたい容量が3リットル入るか入らないかくらいの容器になります。これに今回は、加水した産卵一番を固く詰めるだけですね。産卵一番の水分量は、まあ、いつも通りだいたいね産卵一番10リットルに対して、まあ、水分600ミリリットルくらいですね。で今回は、このねハンドプレス使って、ガッチガチに底の方のマットをねガッチガチに固めていきましょう。こんな感じで、このくらいはガチガチに詰めて、でこっから上は、まあ、ある程度の硬さになればいいかなっていう感じで、手でね押し固めて、そこから上は、潜りやすいようにねちょっとふわふわと詰めていきます。はい、こんな感じでセットしたら、あとは上からこちらですね、ちょっと加水した水苔を、まあ、転倒防止ということでサラサラっとかけて、これでね産卵セット完成になります。そしてここに一応ねゼリー、今回ねプロゼリーですね、こちらを2つゼリースプリッターでこんな感じでね、このくらい入れればかなりね小型種なんで足りると思うんですよね。ここにこちらね、このバンダヒラタのメスを投入していきます。顎縛りをしたオスと、まあ、1週間くらいね同居させたんで、多分ねこれで産んでくれるんじゃないかなと思います。まあ、ここにこんな感じで、コバエのね侵入防止シートをかけてあげて、でこのセリアのケースってね結構蓋がガバガバなんで、こちらのね養生テープで蓋をねこんな感じでね固定しちゃいます。これでうまくいけばだいたい1ヶ月半から2ヶ月くらいでこのケースのね側面とか、底の方から卵とかね幼虫を確認できるんですけど、もしね2ヶ月経っても産卵してないようだったら、もう一度ねメスを取り出して、またね1週間くらい同居ペアリングをするっていうことを、やっていこうと思います。あれからね結構時間が流れて、こちらねセットを組んでから50日経過した産卵セットになります。で50日経過して途中で、ね、観察してたんですけど、表面からね卵いくつか観察できたんですけど、ちょっとね卵半分以上がなんかね黒く腐っちゃったりとか、ちょっと赤っぽく腐っちゃったりして、なんだかねあんまりうまくいってないなぁと思ったんですけど、ここ今ねすごい見にくいんですけど、こちらね幼虫が一応見えてます。無精卵の卵も結構ね多かったは多かったみたいなんですけど、一応ね幼虫も確認できるみたいなんで、まあ、今回はねこのタイミングでねちょっとね割り出しもやっていきたいと思います。じゃあね産卵セット割り出していきましょう。それではねバンダヒラタの産卵セット割り出していきましょう。50日セット組んでるんですけど、その割にね意外とそんなに産んでないのかな。なんかね前回バンダヒラタあのこのね1個1台前の親の世代産卵セット組んだ時も、実はね幼虫全然取れなくて10匹いくかどうかとかね、そのくらいしか幼虫確認できなかったんですよね。もしかしたらね、まあ、現地でもかなり珍しい種類みたいなんで、そこまで多産しない種類の可能性もねありますね。繰り返していきましょう。あ、いるいるいる、いますね、いますね。ちゃんとここにもいますし、ここにもいますし、かなり小さいですけど、初齢幼虫、あ、いますいます、そこそこ取れてますね。よかった、これならまあ10匹くらいは確保できるんじゃないかなと。2桁いればいいですよね。お、あ、メスが出た。あ、メス、これちょっとね丸まってますけど、まだまだご存命ですね。伏せつがけもないですね。50日も産卵セット組んでるんで、
一応ちょっと今回幼虫が20匹以上取れたらもうね産卵セットやめようと思うんですけど、20匹以下だったらもう一回ね再度ペアリング試みてから、産卵セットね組んでみようかなと思ってます。じゃあちょっとねメスは避けときましょうか。幼虫は一旦ねこのプリンカップ 60ml のプリンカップに個別でね分けていきましょう。こちらね初齢幼虫ですね。やっぱりね産卵一番は平田にはねいいですね。こちら卵も取れました。結構ね膨らんでる卵なんで、まあそろそろね孵化なのかなと。なんかね感覚的にこのギリアンヒラタは成長が遅いのか、なんか産卵するのが遅いのか、ちょっとね同じ時期に組んだ他の種類と比べてもステージが遅いようなそんな気もしますね。まあでもしっかり産んでくれてるんで。ただね序盤の方に産んだ卵が結構ね腐ってるような感じだったんで、そこだけちょっと気になりますね。幼虫も卵もねかなり、お幼虫出ましたね。小さいんで気をつけてね扱っていきましょう。ますね、やっぱりねケースの底の硬い場所、硬く詰めた場所に結構ね幼虫いる印象ですね。幼虫も卵も今回ねこのバンダヒラタも結構なねサイズの個体が得られてるんで、親もねかなり大きい個体使って産卵させたんで、ちょっとねまたね次がかなりね楽しみなラインなんですよね。あでも卵も結構出ますね。やっぱりね僕の知る限りではこのね産卵一番はヒラタほとんどの種類にね有効なんじゃないかなと思います。まあ少なくともね10種類以上ヒラタ飼育して、まあこのね産卵一番でほとんど産ませてきたんですけど、やっぱりね問題なくどの種類も産卵一番みたいなマットだったら産んでくれますね。めっちゃくちゃちっちゃいですねこれ。もうヒラタとノコと細赤クワガタはうちはねもうこの産卵一番手放せないです、ね、飼育品で出回ってるヒラタクワガタの中では最小レベルのかなりね大サイズの小さいヒラタクワガタだと思うんですけど、現レコードね38ミリって言われてるくらいすごいちっちゃいヒラタではあるんですけど、まだまだね飼育人口少ないんで、ね、レコードの更新の余地はねあると思うんで。お卵も出ますね。まだまだ幼虫も出ます。生息してるところがね、バンダブサールっていう産地なんですけど、バンダ諸島って言われてるね、かなりもう本当に偏僻なすごいね小さい島で生息してて、もうそこだけにしかいないかなりね局所的なクワガタだと思うんですよね。分類的にもやっぱりインドネシアとかねその辺のクワガタって、まあインドネシアだけじゃなくてオーストラリアとかのウィックハムヒラタとかもそうなんですけど、あとギリアンヒラタとかパプアヒラタとか、あと他にもまあいろいろなんか似たような形のヒラタいっぱいいるんですけど、その中でもやっぱりねこのバンダヒラタは一番小さくて、でなんかねその島がかなり孤立してる場所にあるんで、やっぱなんかね特殊なその辺のグループの中でもまたね一味違ったような感じなんじゃないかなとね僕は思ってます。違うっていうのは生態がちょっと違ったりとか、生息してる島もかなり標高低いんですよ。一番高い山が確かに 400m だか 600m だか、かなり低地に生息してる種類みたいで、低地に生息しててしかも島がすごい小さいんで海がすごい近いような、潮風が当たるようなね、そういう距離感、そういう林とかそういう山みたいなところに生息してると思うんですよね。なのでやっぱりねそれを考えると、好む湿度帯とか幼虫が好む水分量とか飼育温度とか、大きくなる飼育温度とかっていうのもやっぱりね他のクワガタの感覚とはちょっとね変わってくる、なんか別のコツがいるような気がするんですよね。なのでまあある意味なんていうんですかね、常識が通用しないというか、常識よりもちょっと外したところでもしかしたらいい成績が出るんじゃないかと勝手に想像してて、で今回ね僕も飼育してて意外とびっくりするくらいなんかいい成績、類大1周目で出ちゃったんでびっくりしたんですけど、そういうね大きいサイズが出た理由っていうのは、まあ、そういうところにあるんじゃないかなと思ってます。他のクワガタだったらね、もうちょっと低い温度帯が適してるところを、バンダヒラタにとっては我が家の環境がね偶然ぴったりだったっていう
そういう可能性がありますね。温度も湿度もなんだかんだこれ結構取れてますね。チョレイ宇宙14と今のところね卵が10個、あ、まだいる。チョレイ宇宙、チョレイ宇宙これで15匹目ですね。とりあえずプリンカップがね結構多くなってきたんで、一旦ねプリンカップにマット詰めて蓋しちゃおうかと思います。まだね本当に幼虫が小さいんで、もうちょっとねこの産卵セットのマットを食べさせて、まあ、ある程度ね大きくなってから禁止瓶にね投入しようかなと思います。まあでもねいきなりその小さい状態で小さい種類をね禁止瓶に投入するとやっぱりね菌の方が強すぎてね菌に巻かれちゃうっていうこともよくあるんで、そうですね半分くらいは一応あの保険として途中までねマット飼育でもいいのかなと思います。マット飼育でね二例幼虫の中期まで育ってから最後に 800ml の禁止瓶に投入するとかね、そういう方法でもいいのかなと思ってます。というわけで今回は、バンダヒラタクワガタのね産卵セット50日間くらいでだいたい幼虫が、こちらね16匹得られました。で卵の方が13個得られました、まあ、全部合計して29ですかね。でまだまだこちらメスもね、まあ、結構ね元気な状態で体重もまだまだね意外とあって、で卵も今回ね割り出した卵結構膨らんでるものもあれば、まだね産みたてのちょっとね形が楕円形の卵もあるので、これねまだまだ産卵してくれると思いますので、ちょっとね今後も産卵セット継続してもうちょっとね幼虫とか卵を、取れたらいいなと思ってます。一応ね産卵セットに使ったマットは、こちらね今クリアスライダーですね、これにあの今固く詰めてこの中でね再セットしていこうかなと思ってます。で得られた卵とか幼虫は一旦ねこのプリンカップの状態で管理するんですけど、一部はちょっとねあの栄養価の高い発酵マットで管理して、二例幼虫くらいまで、ね、発酵マットで育ててから 800ml の平竹のね禁止瓶でちょっとね大型の個体を目指そうかなと思ってます。バンダヒラタはね貴重なヒラタで、本当に、ね、野外品の供給があんまり見込めないような、そういうね種類なので、これからもね大切に飼育していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。